はいどうもこんばんはというかこんにちはですかね。えー、ということでですね46回目始めまーすよってことでですね始めていきますがですねいやあのね先日先日じゃねえなあの2年ぐらい前にですね購入しました。 ボーズのですねブルートゥースヘッドホンというのがあるんですが、ね、これがちょっと最近あのご機嫌斜めでしてですねあの充電が20分ぐらいでなくなってしまうえっていうぐらいすぐバッテリーがありません充電してください出発前に100%に充電してたはずなのに。 そのヘッドホンをね耳にまあイヤホンっていうんですかあれ耳に差し込んでですね早っと歩きに行くわけですが20分ぐらいするとバッテリーがありまません言わわれてしまうわけですよ20分ってまだもう歩き始めてエンジンがようやくかかってきたぐらいな時にですねバッテリーがないとか言われるともう非常にテンションが下がるわけですよ。 でもう一回そのケースにしまい直して充電させるわけですけどねその10分ぐらい充電するとまた100%ですとか言われてそれでまた聞き始めるとまた今度15分ぐらいでバッテリーがありませんって。 なんだよこれってもうちょっと電池がやばいのかなって思うことになってねいろいろこうマニュアルというんですかあのその坊主のサイトに行っていろいろ調べるんですけどねその電池の寿命の話が全然書いてなくてねえどこ調べたらいいんだろうみたいなことになって今もう非常にテンションだだ下がりの中今日こう録音してるわけでございますがえ今日はですねえお知らせがえいくつかあります。 いくつかあります。その、えー、お知らせのですね、えー。一つがですね。まず、あの、もうずいぶん前から、発表させていただいている。あの、ファンミーティングの件でございます。え一、ー、月の、えー、いつだったっけな。二十四かな。二十四だったっけ、二十日だったっけ。どっちかわかんないな。二十四だったかな。うん、の日のですね。 ファンミーティングの件なんですけどもですねこれもういっぱいですね申し込みいただいておるんですがなんかいくつかお問い合わせがありまして「本当にこの中やるんですか?」みたいなことがあったりとか「あんまりその密になるようなところにはちょっと行けないんですけど」とかそういうですねお問い合わせをいくつかいただきましてですねまあスタッフともですねいろいろ検証をしたわけですが基本的に えー、みその座の、えー、舞台の公演が中心にならない限りはやる方向にしましょうということになりましてですね、えー、まあその代わり感染対策とかそういうのをもうバッチリやってもちろん 会場もですともとはあのどっかライブハウスみたいなところを借りてって言ってたんですけどそれだとねちょっとまあ換気も悪かったりとかなんかしたりとかするのかなっていうこともですね考えましてですねもうちょっとこう広めの大きいスペースのところを借りてやるようにしようよと。で皆さんもなるべく、えー、席がこう離れて座,られ座れるようなそういう場所を借りて それであの開催する方向にしましょうということでですね、えー、話がまとまりましたんで基本的には、えー、みその座の舞台が、えー、中止にならない限りは、えー、やらせていただこうと思っております。えーね、これ舞台自体が 中止になっちゃいましたらですねこれはちょっとまた考えなきゃいけないなということなんですけど現時点では、えー、やる方向で動いておりますと言いつつもねやっぱり大阪もそうですがその会場となります名古屋もですね非常にその感染者が増えてきてるということでですね要警戒ということになっているとは思うんですがやっぱりまあやっぱりそのいろいろニュース等を見たりとかしてると うんとちゃんとしてれば大丈夫というお話も伺えたりとかしますんでですね、えー、みんなでちゃんとやりたいなと思っておりますんでですねお申し込みされた方はですね、えー、僕らもですねきっちりあの対策を練って、えー、運営していこうと思いますんでですねご安心して足を運んでいただければと思います。<laughs> ということでですね、えー、テーマの方のあそれとねもう一個お知らせあるんですけど、あのそれはですねあのこの放送の最後にちょっとあの発表させていただこうかなと思いますんでですね最後まで皆さんね、えー、お聞きいただければと思います。えー、これ結構ね嬉しいお知らせですよ。 僕だけが嬉しいのかよくわかんないですけどまあきっと皆さんも喜んでいただけるんじゃないかなというお知らせでございます。えー、ということでですねテーマの方に入らせてだきたいと思いますが、えー、今回のおメールのテーマは、えー「理想のクリスマスの過ごし方」ね。ね前回の放送で僕も妄想でも何でもいいんでっていうふうに言いましたけどですね、えー、たくさんおメールいただいております。 なのでですね全部紹介できるか分かりませんが、えー、今日もですね読めるところまで読ませていただこうかなと思う次第でございますがまずね理想のクリスマスの過ごし方ってねいろいろありますけどやっぱりこう多いのはね、うん、好きな人と、えー、おしゃれなレストランで夜景の見えるこう美味しいものを食べて。 そのままこうイルミネーションとかがこう灯ってる中をねお散歩したりとかこう寄り添ってっていうのがねえ皆さん結構多かったりとかするんじゃないかなと思いますがねえうちの場合はですねこれ理想と言いますからねあの毎回やってることがありまして毎回とか毎年クリスマスの時期になるとね毎年やることがですねプレゼント交換家族で1人3,000円以内のものを 用意してそれをみんなで、えー、ああでもないこうでもないというね、えー、交換をするという催し物があるわけですがそのね、まあ、家族うち家族4人家族なんですけどそれとですね義理の妹夫妻と、えー、義理の、えー、両親と8人でねプレゼント交換をするわけですがねこれは非常に大変です。 何が大変かっていうとねもの品物選びがまずねこう結構ね3000円以内のものってねだいぶ範囲が狭いんですよでねなおかつ70歳オーバーのご老人から下は6歳までね その誰にあたっても喜んでいただけるものというのをね選ばなきゃいけないっていうのもうこれがね非常に頭を悩まされるわけでございまますよ、まあそんな中ね今年は僕ちょっといい品物を見つけたんでですねそちらの方をプレゼントにさせていただこうかなと思っているわけでございますがねこれね何かと言いますとねあの電熱がこう入ったベスト。 着てて電源入れたらめちゃくちゃゃくく暖かなるっていう今流行りらしいですけどそれがねめっちゃ格安で手に入ったんでですね、えー、今年はそれをプレゼントにさしてもらおうかなももちろんねサイズ的にね着れない人も出てくる可能性もあるんですが、えー、基本的にはこれみんな着,れ着たらあったかくていいんじゃないかななんて思ってる次第でございます。これねね写真を、ね、あのー 写してこんんなのにしたんですよというのをこう皆さんにねお見せできたらと思ったんですがあの残念ながら品物がまだ届いてないのでですねこれをねお見せすることはできないわけでございますがえとにかくうちはですね毎年こうああだこうだ言いながらプレゼント交換をしているというのがねまあこれは理想じゃなくて現実の過ごし方でございますがねえそういうふうに過ごしております。ということでですね えー、皆様からのおメールの方、早速。行、えー、かしていただこうかなと思いますが。えー、今日はたくさん来ております。ちょっとね、ムードを、ムードを出して。読めたらなと、えー。思います。まだまだね。えー、上手に読めるかわかりませんが、えー。ムードを出して。 なんか頭の中で自分でこう BGM を想像しながら聴いていただけたらなと思いますがそれでは早速読んでいきましょう。えー、まずはラジオネーム「ちーさん紘く君こんばんは。 お題とは関係がないな,な,なんだよお題と関係ないんだってお題と関係ないらしいからここはちょっとごめん普通に読ませてもらいますこうよくんこんばんは、えー、お題とは関係がないのですが、えー、ちょっと聞いてみたいことがあっておメールしましたほうほう、えー、最近よく youtube で男組の動画を見ています、えー、そしたらしょうじくんけんいちくんこうよの三人が同じ t シャツを着ているのを発見しましたえわ、えー、かりにくいかもしれませんが写真添付します 同じ t シャツですよね。うん、ああ、同じ t シャツですね。ええー。同時に着て歌っているのではないのですが、同じ曲の時です。うん、何かの番組で自分たちが着たいものを着るみたいなことを誰かが言ってたような気もしますが、男組の衣装事情、よかったら教えてください。 ということですがえー、っとこれねごめん残念ながらこの写真はですね、えー、こちらの方であのお見せすることできないわけでございますがまあねほら2人の許可を取ってないわけなんで写真をこ,うここに載せることはできないんですが明らかにこれ同じ T シャツですねなんかあの何て言うんですか牛みたいな、えー、白地に黒いドットの。 草間弥生さんみたいなそんな感じの、えー、T シャツなわけですがこれでもあれだよねあのなん,かなんていうのかなそのインナーみたいなものっていうのは一応4人分用意されてるわけですよ、まあ。お揃いで着るってことはほとんどなかったわけですが、えー、基本あ「俺今日これ着るから」みたいなの言うと「じゃあ俺こっちにしよう」とかいうのがありましたね。 でまあ、外見に関してもね、うん、同じ外,見外見っていうのアウターっていうのんだろうそれはあのそれぞれ自分が待のあのを、まあ、4着ずつぐらい用意してるわけでそれに合わせてインナーも選んだりとかするわけでございますが、えーね、そういうのは同じのが、ね、4人分あったりとかする時もあったりとかして。でも かぶって同じのを着るってことはほとんどなかったですねだいだいみんなちょっと着替えてみて「えっ、まあ、それにすんのだったら俺こっちにえるわ」とかあ「じゃあ俺これにするわ」とかいうことが結構ありましたがまあまあ本当に期待のその時の気分で着たいものを着てましたね。はい ということでですね、続いてのおメール行きたいと思いますが、えー、ここからがですね、えー、テーマのおメールになります。えー、ではちょっとちょちょっとね、こうムードを出して読めたらと思いますので、皆さんもですね、えー、楽しみながら聞いていただけたらと思います。はいはい、それではラジオネームゆうさん。はいこんにちはこんばんはかな何度かおメールさせてもらっています。読まれたことないので読まれたら嬉しいです。 すすいままません今日読ていただきます、えー、コロナ禍の中で私の場合病院勤務でもあるためいろいろ制限がある中こうよくんのこのラジオでとても幸せな時間を過ごさせてもらっています。いえいえありがとうございます。えー、本題のおメールですが理想ののクリスマスマ過ごし方、えー、それは男組のライブでで盛り上がることです年末の庄司くんのライブも行けそうにもありません。 こうなったら昔のライブとビデオを見て盛り上がっていこうかなと思います。いつかコロナが収束して、紅葉君や仙人様の舞台、庄司君のライブ、気兼ねせずに行ける日が来ることを祈るばかりです。健一君のも言ってあげてくださいね。え,え私も大阪で感染者が多く、まだまだ大変ですが、紅葉君もどうかお体気をつけてくださいねということでですね。ああ、男組のライブで盛り上がるねえ。 これは理想っていう人は結構いらっしゃいましたね、うん、ああ年末の正治のライブ二十七日でしたかね、えー、ということで、ね、ライブのビデオをですね見て盛り上がっていただければと思います、はいえー、続いてラジオネームハイトですあハイトさんですね初めてかなコウヨさん初めましてあ初めてですね初めまして ラジオ楽しく配聴させていただいております、えー。今年は今までにないほど大変な年になってしまい私だけでなく皆さん大変な毎日を過ごされていることと思いますがその中でこのラジオを聴いたり男組の歌を聴いたり楽しみを見つけられることができたのはすごく幸せです。ありがとうございます。ここちらこそご、えー、ご視聴ありがとうございますえさて 理想のクリスマスの過ごし方ということですが私はお酒が好きなので一日飲み続けてみたいです今まではビールや発泡酒飲み屋さんに行くと日本酒を飲んでいましたが今年から焼酎を飲めるようになったのでいろいろ飲んで一日を過ごしてみたいです次の日は二日酔い三昧になること間違いなしですが肝臓が許す限り飲んでみたいなと思いますうわぁすごいな一日飲むってできないな僕 もう昼から飲むとさ3時ぐらいににはももううベロベロロなっちゃうもんね、うん、だから僕大体ね5時ぐらいまでは飲まないですね。飲まないといいうか飲みたくならならよねところがこれ5時過ぎた瞬間から急にね飲みたくなるわけですよああもうちょっと飲まなきゃいけないんじゃないのなんてことになってねそれでねだいたい5時から飲んで僕の場合はもう8時9時ぐらいにはもう潰れてると。ね。 ペースが早いんですよとにかくごくごく飲んじゃうんでねその飲み方もねいい加減ちょっと気をつけなきゃいけないなとは思ってるわけでございますがでもお昼から飲んだら夜まで持たないよねこれねしかもいろんなお酒を飲むっつったらもう大ちゃんぽんなわけでねえ。 あのくれぐれも、ね、体を壊さないようにですね飲んでいいただければと思います最近僕はねあれですよあの、まあ、ビールはほとんど飲みませんね。一杯目からハイボールというかこうウイスキーウイスキーの、えー、炭酸割っていうのをよく飲むことが多いですね。最最初から最後までずっとそれ 一種類のお酒焼酎も最近あんまり飲まなくなったなたまに飲むと美味しいんだけどね基本はやっぱりねウイスキーソーダというやつを飲ましていただいてい,るのいわゆるこうこれねサントリーの角とかだとハイボールって言ったりとかするんですけどね、えー、そんな飲み方をさせてもらっております、えー、続いてキャンさんこうよさんこんばんはこんにちはいつも楽しませてくれてありがとうございます <laughs> さて今回のお題である 理想のクリスマスの過ごし方ですが大好きな人かっこもちろん恋人ですかねちなみに私は彼氏いない歴15年未だに独り身でありますがてん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 いい人見つけてくださいと一緒にイルミネーションを見に行った後おしゃれなレストランでディナーを楽しむえこれが一番素敵かなと思っています今は一番大好きな彼かっこどなたかはご想像にお任せします ああ大好きな人がいるわけですねえー、その方と実現できることを勝手に妄想しまくり状態でありますえ実際は死ぬまで叶わない夢ですけどね涙えそうなんですかねそれは残念だ、えー、これはあくまでも自己満な妄想話なので右から左へスルーしちゃってくださいませはは <laughs> ええー、コドさんはご家族の方とどのようなクリスマスをお過ごし過ごしたいですか。ええー、例えばお泊り付きでディズニーリゾートに行かれるとかですかね。ええー、今年はコロナのせいで例年通りのクリスマスというわけにはいかなくなってしまったのが寂しいです。考えていることはみんな同じだとわかっていますが、ええ、それではお互いコロナに気をつけながら素敵なクリスマスを過ごせると良いですね。くれぐれもお体に気をつけてくださいね。ということでですね。 ディズニーリゾートね行きたい人は行きたいんだろうねやっぱクリスマスとかだと特別なイベントがあったりとかするんですかねところがねうちのね子供たちはあんまりディズニーに興味がなくてですねなんかあんまりディズニーランドに行きたいって言わないんですよね上の子はねまだちっちゃい時に何回か連れてきて 連れてったことあるんですけどあんまりそんな、まあ、まあ別にもうディズニーはいいやみたいなそれで大阪だと USJ とかもあんまり好きじゃないみたいで、ね、えそれよりもなんかドライブ行きたいとかってドライブでなんかこう神社行ったりとかお寺行ったりとかそういうところに行く方がなんか楽しいみたいで。 まあね、逆にこちらとしてはですねあのなかなかこうディズニーとか USJ みたいな人混みのところに行かなくて済むんで助かってはいるんですがねまあ大体そうですよね皆さん皆さんだって皆さんあの、ね、ディズニーリゾートとかね USJ とかそういうとこ行きたがる人多いんじゃないですかね。でなんかねほら耳につけちゃってして「僕、えー、ミッキー!」とか言ってね であのやってるんだろうね僕はあの子供の時ね子供にずっとね「パパはグーフィー」って言われてねなんか知んないけどずっとグーフィーのモノマネをさせられてたことがあるんですが「全然似てなないんですよなんだってなんだよ僕だって僕の靴はね」とか言ってなんかそんな喋り方をさせてもらってましたけど一つも似てないっつっていつも怒られてたんですけどね。 はい、ということでねディズニー行ける方は行っていただけたらなと思います、えー、続いてラジオネーム「陽子さんはい、こんにちはえ何こんにちええあれあこんにちちはえあれここんんばんは」でこう書いてありますよねメールに、ね「こんにちはこ,こんばんは」。はい 先日ラジオドラマありがとうございましたいえいえこの時代で何でも目から得る情報が多い中声耳を傾けるだけのラジオでのドラマは想像力を覚醒させていただける時間をありがとうございましたいえいえこちらこそ、えー、テーマ理想のクリスマスの過ごし方、えー、結婚前と結婚後二から三年までは二三年はね、えー 海の近くのレストランでのお食事ということはありましたけど月日が流れそんな機会がなくなりましたのでまた初心に戻って海の近くのレストランでのんびり食事してイルミネーション点灯があれば散策なんてクリスマスの日に雪だるま。 クリスマスツリー、えー、数時間でもできたらいいなと思っています、えー、楽しい妄想いいですねいや結婚して2,3年の間はずっと毎年海の近くのレストランに行ってたってことですよね幸せだったんだろうなまあもちろん今も幸せなんでしょうけど旦那さんと相談してみたら今年久しぶりにか今年はちょっと厳しいかな まあ、でも今年のクリスマスにさあの約束してみたら来年のクリスマスはさ久しぶりに海の近くのレストラン行こうよってそしたら1年間こう、ね、楽しみがこう続くわけですから、ね、そういう約束をしてみるというのもどうでしょうか。はい、続いてラジオネーム天海の黒ウサぎさん。はいえー、小野さんこんばんこばは 先日はメールを読んでいただきありがとうございましたいい人生初のことだったので涙が出るほど嬉しかったですあ、おめでとうございました、えー、ってことはこれ2週連続ってことなんですかね、えー、私の理想のクリスマスの過ごし方ですが私を含め小学校時代からの友達と4人で家でいろんな種類のショートケーキを食べながら学生時代のことやこれからのことなどを話したりカラオケをすることですお互い社会人になりすぐに会える距離にはいないためいつか 実現できたらと思っております、えー、紅葉さんはホールケーキといろんな種類のショートケーキのどちらが好きですか紅葉さんも体調を崩さぬようになさってくださいこれからも応援しています拙い文章ですみませんでしたということですが、ね、友達と会うっていいよね友達と集まってこうあでもないこうでもないってね、えー、パーティーでしかもこれ家えん 家でパーティーなわけですから時間を気にすることもなくねもうどんちゃん騒ぎもできるとただね今こう4人以上はなかなか行けない感じなんでまあでもこれ4人だからギリギリセーフな感じなんですかねまあそれでもねまあなんかこうしんみりとしたこうキャンドルかなんか炊きながらみんなで昔話に花を咲かせるんでしょうね。そういういクリスマスマもなんか なかなかまったりした時間を過ごせる感じがしますね、えー、楽しんでください、えー、続いてラジオネーム千尋八十一さんはい高尾君高尾ラジオをお聞きの皆さんこんばんは、えー、今回のテーマ理想の ってのがいいいですね。いろいろ理想を想像してたら妄想に暴走しちゃいましたよだって。<laughs> そうですか。で私の一番の理想は最近流行しているソロキャンプです。あーソロキャンプね。街や世界中がクリスマスの曲やイルミネーションでにぎわってる時に逆に森で一人っきりでゆったり静かに過ごすのが理想です。はなるほど。 はいでは妄想の始まり始まりあこっから妄想が始まるわけですね山林に囲まれただだっ広い敷地の横には沢が流れていてそこにああだこうだと悪戦苦闘をしながらテントを張るんです方法。枝を拾い巻き終わり焚き火のスタートかっこ写真は火起こし体験の時のものですかっこじ焚き火の上にスキレットを置いて分厚いお肉を焼いてあっち あっちと言いながらかぶりつくあっちあっちなんですねあっちーちーあっちじゃないんですねえー,ー,ーかぶりつくなんて贅沢なんて贅沢と書いてあります、うん、食後はコーヒーを飲みながら空を仰ぐとそこには満天の星が、えー、時々焚き火に火を焚き火に木を入れながらパチパチと燃える音を聞きながらまったりと過ごすんです、うん、そして寝袋に埋もれながら森の音を楽しみながら就寝 朝は太陽の光がテントを照らし、鳥の声で目を覚ます。うん。森で過ごす空間を全部独り占め、もう想像するだけでもワクワクです。寝袋もろもろはあるけどテントだけがないので、ソロキャンプはまだ未経験です。あらら,らまずはサンタクロースにテントをプレゼントしてもらえるよう、頼み込むことから始まりそうです。大人になってもクリスマスを楽しむ心を大切にしたいですね。素敵なテーマをありがとうございました。 ということでです、ね、こうキャンプの写真がねこうやって火を起こすんだこれ大変だなっていうかさ真冬に一人で森って怖いでしょ熊とか来たらどうするんだろうねいやいやいや危ないですから本当にね本当に森の中で一人っきりって何が起こるかを分かんないから気をつけてくださいねもし行くとしたら僕はねあの昔ね ウルルン滞在記という番組がありましてですね、えー、それで北極に行った時にね、えー、マイナス40度の世界ですよそのマイナス40度の世界でですねそのイヌイットのお父さんにですねイグルーという氷の家を作ってもらいまして、えー、そこで一晩は明かしたことがあるんですけどこれはねもう死んだと思いましたもうダメだと寒くて 寒あの寝なきゃ寝なきゃって思うんだけどね寒すぎて寝れないよくあのほら映画とかでさ寒すぎて眠くなってきちゃって寝たらダメだって寝たら死んでしまうみたいなシーンとかがありますけどすねそんな風になんないから寒すぎて。 いやもう寝たらダメだじゃなくてこれ寝たいって思っても寝れないそれぐらい寒かったけど気づいたら寝てたんだよね。でね逆に朝起きた時はめっちゃなんか爽やかで爽やかというかこう爽快で。 ね、ポン、そのイグルのね、えー、外に出たらね。こう。大雪原の中にね。日光がペーってさしてきて、それがものすごく気持ちよくてね。ああ、もうあんな経験は二度とできないんだろうなと思いますけどねえー。すごく。それは貴重な体験をさせてもらいましたよ。はい。でも森の中というのは本当に危ないんで気をつけてくださいね。はい、続いてラジオネーム。 パープルアイさんうんこよくんこんばんは理想のクリスマスの過ごし方は大好きな彼とイルミネーションが綺麗な場所で過ごすことです寒がりなんですが冬のイルミネーション大好きなので二人でいたら寒さも感じないかなってうわこれ寄り添っちゃったりうわけだずっと寄り添っちゃってお二人でこう一緒のなんかねいやもうエッチ なんか何がエッチか分かんないけど「今20代なならこんな風に過ごしたいなという妄想そのものもですああいや別に20代じゃなくてもやっていいんじゃないですか素敵な彼とねイルミネーション見に行って寄り添って歩いていただければ」と「来週からぐっと冷え込んでくるようです風邪などひかないように気をつけてくださいね」って「もちろんコロナにも」と「あねっ気をつけましょう」ということで「いいじゃないですかイルミネーションを歩く」ね是非ともやっていただきたいなと思います。 えー、続いてラジオネーム「すばくさん」はい四、えー、46回目のラジオありがとうございますいえいえこちらこそありがとうございます、えー、早速理想のクリスマスの過ごし方ですが妄想の世界ですあいいんですよ妄想でね <laughs> JR 東海のクリスマスの CM で深津恵里さんと牧瀬里穂さんが一番初期の頃出演されていたのですがそのシチュエーションがとても可愛くて素敵で今見てもキュンキュンしますあ山下達郎さんの「 きっと君は来ないかなねあのコマーシャル良かったよねなんかおしゃれだったよね。一番最初が88年なので男組デビューの年。 こんんななな風ににくくが会いいい来ててれないかなと当時も思っていましたすいません会いに行けなくてあのね忙しかったんですよ88年はねまだ歌番組も多くてねいろんな歌番組の、ね、年末で出てたり特にデビューの年だったからね結構クリスマスの時は忙しくしてたという記憶がありますが庄司、えー、のライブのチケットは一般でも取ることができませんでした。 今年中に4人に会うことはできなかったけれど、私にとってもブランクを経ての復活の年なので焦らず慌てずこれからもボツボツやっていきます。あ、ね焦らず慌てずやってください、えー。データの移行はどうだったかな。えー、慣れてくればきっと好欲くんならお茶の子最最だねってそんなことないんですよ。まだ戸惑っております。えー、あ、それから50回記念の時のセルフのリクエストをズーズーしく書いておきます。えー、セルフあ50回記念の時にセルフカバーをというふうに言ってた。 ね、言ってましたね前回ねそれがなかなかちょっと50回の記念に間に合うかどうかというところが今悩ましいところなんですけどね、えー、この方のリクエストはどこまでもあーどこまでもね「午前0時の」ってやつですねあ,あれもそうですねやってないですねいつかやらなきゃいけないなということでまあ50回でできるかどうかは分かりませんが、えー、そのうちですねそちらの方もカバーさせていただこうと思いますんで、えー、楽しみに待っててください、えー。続いてラジオネーム 桃子桃よりあね。こんにちは。こんばんは。え毎回楽しく拝聴させていただいております。え、こうよさんと和也さんのコラボ、今から楽しみにしています。とうん、お題の理想のクリスマスの過ごし方ですが、今年は本当に理想となってしまいました。そうだよねえ、私はあるジャンルのダンス教室の主催をしています。おお おなるほどえー、毎年クリスマスパーティーを行いホテルの大きなホールでクラスごとの発表をします「うん、美味しいフレンチのコースを食べ飲みながらプレゼント交換」。 10年通ってくれている生徒さんには10年記念で記念品をプレゼントし涙ながらにその人との感動エピソードをお話ししますうんいいですね小学生から入った生徒さんは10年経つと20歳近い美しい女性になりますそうだよね子供だったのが、ね、大人になっていくわけですからね、えー、反抗期や悔し涙10年の歳月はそれぞれの生徒さんにたくさんのストーリーがありますわかります 最後は感動に包まれる回で今年を締めくくります <laughs> 生徒さんも毎年とても楽しみにしているイベントの一つですそれが感染者が増加している今日見送ることとなりました涙あそれは悲しい、えー、せっかくのイベントがっかりする人も安心する人もそれぞれですうんまあ確かにね、えー、今年は各クラスで発表するはずだった踊りを動画で撮りそれを編集して生徒さんへ配信することにしました えー、それはそれで各クラスの皆さん熱が入りますあそれもなんかすごく素敵なプレゼントになりますね。えー、理想のクリスマスの過ごし方それは毎年同じことをしていたことを今年も同様にできたらうれしかったでもそうだよねだってもうずっとやってるわけだから、ね、それができなくなっちゃったからなおさらね今年もやりたいっていう。 ね今年もできたらっていうそのまさに理想でしょうねはい、えー、医療従事者の方に感謝を込めて今年は家族と静かに過ごしたいです庄司、えー、さんのライブも見に行く予定なのですそれを楽しみに日々過ごしますということです、えー、小野さんもご家族ともどもお体に気をつけてそして私たちにたくさんのエネルギーを注いでくださいということでしたあこの方は庄司のライブに行けるんですね楽しんできてください、うん えー、ということでね、これいよいよ最後になるかな、えー、本日最後のおメールになるなりますね、えー、ラジオネームツーさんはいこう <laughs> さんこんばんはいつもちむこよラジオ楽しく聞いていますはい今回のお題理想のクリスマスの過ごし方、うん、ということですが私の理想はディズニーリゾートでのクリスマスです出た ディズニーそうだよねディズニー好きな人はね絶対行きたいもんね、えー、ランドかシーで言えばシーですほうほう私はパレードよりもアトラクション派で特に絶叫系センター・オブ・ジ・アースやタワー・オブ・テラーに乗りまくります目いっぱい楽しんだら豪華客船のメインダイニングでクリスマスディナーをいただきディズニーホテルに泊まりランドとシーの夜景を見ながらワインなんか飲んじゃったりしてゆったりとくつろぎたいですということでねそうですか ディズニーシーに行きたい、ね、理想はそういうところでねクリスマスイブの時にこうシーに行ってでクリスマスの日にランドに行くってそういうあの、ね、1泊2日で行くとかいうのもいいんじゃないですかねもちろんこう泊まりはそのディズニーランドの中にあるホテルに泊まってね。 えー、そういうのもいいんじゃないかななんて思いますが、ね、皆さんねいろんなあの理想のクリスマスがあるみたいですがそれがね、えー、なんかね現実になったらいいですねという思いを持ちながらですね、えー、本日の放送はここまでにさせていただきたいと思いますが、えー、冒頭にですねお話い,い,い,いたしましたですねお知らせ。 これ発表させていただきたいと思います。二十九日の日にですね、二十九日、二十九日この日にですね、千、えー、人こと高橋和也さんが、えー、チーム雇用ラジオのですねゲストに、えー、出演していただけることを、えー、了承いただきまして、快諾してくださいましてですね、えー、ぜひともまあ出るよとやろうよと。 いうことを言っていただきましてね言っていただきましたのでですね29日の日にですね高橋和也くんとまたですねこの日はねせっかくなんでね、えー、生配信生配信をですねさせていただこうかなと思いますゲスト高橋和也でお送りできたらなとまあ何しろねこのチーム公用ラジオはですね始まってからもう今日46回目になるわけですが ゲストが今まで1,000人高橋和也さんしか出たことないというねもう私もですねゲストは高橋和也しか読まないっていうふうに何か知らないけど勝手に宣言しちゃったりした時もありましたが、えー、そのね高橋和也君を迎えてですね今年をこう振り返ってみようじゃないかというねトークをですね、えー、繰り広げられたらと思っておりますが生でね ええ、でまあだって今年はいろいろあったもんね本当にもちろんその僕がこの YouTube をね再開再開させたというかまあ始めた、うん、ということもありますしでねあのデビューの記念日にはあ、ね、和也が大阪まで来てくれて生生というかライ,ブライブをライブ配信させてもらったりとか。 えー、はたまたこう一番のビッグニュースはね活動をあの休止してた成田庄司君が、えー、成田先生がですね、えー、復活してまた芸能活動を再開すると、ね、ミュージシャンの活動を再開するということだったりですねいろいろありましたね。えー、まあ ねえ岡本君ともも何度かしゃべる機会もありましたしたです、ねまあ久しぶりにこうメンバーみんなが元気にしてるんだなっていうのが分かった一年でもありましたしね、えー、そんなことをいろいろ含めながらですね千人こと高橋和也君とですね、えー、お話できたらいいなと思っておりますんでね時間の方はねまだちょっと決まってないんですけどねちょっといつもより早めの時間でそうだな7時とかさそれぐらいからちょっと長めに。 放送できたらなといつもはねゲストが行っても1時間ぐらいですけどこれがまあ1時間半とか調子に乗ったら2時間ぐらいとかできたらいいなと思っておりますんでですね、えー、そちらの方もですねあの時間決まり次第発表させていただこうと思いますんで、えー、楽しみにしててください。29日ですよー、えー、ということでですね、えー、本日はお別れになりますが、えー、次回のテーマ え次回のテーマはですねいろいろ考えた結果ですねこんなのどうでしょう。今今生生ででききたたいいい男男組組のの曲曲もう一回言いますよ CD とかではね皆さん聴いていただいたりとかしてるんではないかなと思いますがもう一度生で聴きたいんだったらあの曲が聴きたいなと。 一曲一曲書いていただければと、えー、それにですねここのなぜその曲が聴きたいのかというね思いみたいなものも、えー、書いていただけたら嬉しいです、えー、ということですね次回の放送もですねそう、ま、間を空けずに、えー、できると思いますんでそちらの方おメールお待ちしております、えー、ということで本日は最後までご視聴ありがとうございましたさようならおやすみなさい。